YouTube の面白さも全く分かっていなかったですし、なんなら毎日の動画投稿ってかなりきついんですよね。なので全然楽しめてなかったです。ちょっと予想外の展開になった時にとっさにもうダメだってね、頭の中でつぶやいたりだとか、あの瞬間は人生が変わったことをはっきりと自覚できた一生忘れられない瞬間なんですね。皆さんこんにちは、三輪です。今日もありがとうございます。今日は本当に多くの人が実は勘違いしている願いが叶う直前に起きるサインについて分かち合いしたいと思います。 YouTube でもその他の SNS でもこんなことが起きたら願いが叶うサインですよみたいな話は数多く投稿されていると思うんですけれども、僕自身が数々の願いを高確率で叶えてきた中でこれが本当のサインだよねって確信しているものが実は3つあります。でこの3つっていうのはあんまり SNS とかでは出回ってないんですよね。それからサインとか前兆とかっていうとどうしても自分には何かコントロールできない外側の世界の話でラッキーでサインや前兆が訪れるんだって思ってる人も少なくないようなんですけれども、実は願いが叶うサインっていうのは自ら手繰り寄せることができるんですね。そう、普段のあなたの過ごし方次第で願いが叶ったり理想の世界にステージアップするサインを引き寄せることは可能ということです。僕がカウンセリングだったりコーチングの世界で有名になりたいって思ってそしてそれを叶えた時もそうだし、 YouTube チャンネルの登録者を1年で10万人まで伸ばしますって宣言してそしてそれを叶えた時もそうだし、世界中を旅しながら暮らすって決めてそれを叶えた時もそうなんですけれども、漏れなく今日お伝えするサインがやってきていました。また引き寄せの法則はあり方の法則とも言いますけれども、今日のね話を理解することで願いを高確率で叶えるあり方も身につくと思います。ということでここからは願いが叶う本当のサインの見つけ方と願いが高確率で叶うあり方を体現する方法を分かち合いしていきます。で今日の内容も永久保存版となる内容を話していきますので、全ての内容を PDF1 枚にまとめた図解を作りました。このまとめ図解は今日お伝えする取り組みに関して情報を詳しくまとめていますので、今日の動画と合わせて読んでいただくことで実生活に取り入れやすくなります。話を聞くだけでは人生ってやっぱり変わらないですよね。実生活で実践してこそ人生は変わりますので、これは受け取っていただきたいです。受け取る方法はこの動画の最後にお伝えしますね。では本題に戻りまして、願いが叶う直前にやってくる本当のサイン1つ目、僕自身もこれが起きたらあそろそろ叶えそうだなと思うものなんですけれども、それはズバリその願い事がどうでも良くなってきたという感覚です。よく執着すると叶いづらいと言いますけれども、その執着とは全く真逆の感覚ですね。これが叶わないと自分は幸せではない、つまりこれが変えなければ私は不幸だとか、恋人ができなければ自分は不幸なんだとか、あるいはお金持ちになれたら自分はやっと幸せになれるんだというように、現実で起きる物事に自分の幸福感が左右される状態、これが執着の状態なんです。そうじゃなくてその願いが叶おうが叶わなかろうが自分の幸福感には1ミリも影響がないですよと、そんな感覚に慣れている時執着がない状態とも言えますけれども、その状態の時に本当に願いが叶うことが多いと感じます。これはなかなかね 100% 科学的には検証できない話なんですけれども、まあ、引き寄せの法則とか波動の法則の観点で見てみると結構イメージしやすいかもしれません。これが叶わないと自分は幸せではないとか、これが叶わなければ私は不幸だとか、まあ、例えば恋人ができなければね自分は不幸だとか、お金持ちになれたら自分は幸せになれるんだっていうふうに思ってる状態っていうのは、実は心の中は常に不足していて、その不足しているっていう想念や波動を放っている状態なわけですね。でその不足感でいっぱいの波動や想念に見合った現実が展開していきますので、なのでその執着があるうちはなかなか叶わないんですよと、まあ、そういうね説明ができると思います。これが叶わないと幸せじゃないっていうのは不足ベースの意識なわけですね。でこの不足ベースの意識がさらなる不足を引き寄せるという話です。この執着を手放して不足マインドではなく充足マインドになっていくことで、だんだんと願い事への執着がなくなっていって変な力が入っていない状態になれるんですよね。じゃあこの不足マインドを手放すにはどうしたらいいのか、ここが肝心だと思います。まあ、やり方はいくつもあるんで後でまとめてご紹介したいと思います。ということで1つ目の願いが叶う本当のサインは、その願いがどうでも良くなってきたという感覚、まあ、執着がない感覚ですね。
その感覚にだんだん慣れてきたら、あ、この願いは叶うのかなと、僕だったら解釈します。はい、では2つ目の願いが叶う本当のサイン、2つ目はプロセスが楽しいと感じるようになる。これですね、叶えるまでのプロセスがもう純粋に楽しいと感じられるようになったら、もう叶うのは時間の問題なんですね。逆に言うと叶わない願望って大抵そのプロセスを楽しめていないんですよね。僕はこれに気づいてからは、叶えたいと思ったらまずはそのプロセスをいかに楽しむかということを意識します。例えば冒頭でも言った YouTube の、ね、登録者数を増やすというふうに宣言した時、宣言したタイミングではその YouTube の面白さも全く分かっていなかったですし、なんなら毎日の動画投稿ってかなりきついんですよね。なので全然楽しめてなかったです。でも引き寄せの法則は波動の法則だったり気分の法則とも言う通り、普段からどんな気分でそれに取り組んでいるか、どんな気分で過ごしているかが、まあ、将来の展開に影響するわけなんですよね。なのでこのままでは絶対に叶わないと思ったんです。だから YouTube チャンネルを運営するということに関して、自分が楽しいと感じるポイントをできる限り探しましたし、まあ、やっつけ仕事じゃなくて真剣に取り組むことでその楽しさを知るっていうことを意識していました。まあ、本気で走り始めて3年以上経った今もまだ一応このペースで続けられているっていうのは、まあ、このプロセス自体を楽しめるようになったからっていうのが一番大きいんじゃないかなと思っています。まあ、人それぞれ楽しいって感じるポイントは違うんですよね。なので自分が何をやってる時にその幸せを感じるのかっていうのを知っておくことが鍵になると思います。僕も振り返ってみると、プロセスを楽しめなかったものほど結果につながらなかったっていうことがありますし、それは未だにやっぱりそうなんですよね。願いが叶わなくて苦しくなっている時はプロセス自体を楽しめているのかどうか、もし楽しめていないとしたら、そのプロセスごと楽しめるように工夫すること、そして最終的にプロセス自体を楽しめるようになった時にスルッと叶っちゃったりするんですね。3つ目の願いが叶う本当のサイン、最後になりますが、3つ目は頭の中のおしゃべりの質が変わるということです。頭の中のおしゃべりの質が変わったら、あなたの願い事はもうすぐ叶うということなのかもしれません。僕自身の人生にこれが訪れた瞬間があるんですね。もうその瞬間は願いが叶ったとかいうレベルじゃなくって、人生が変わったと確信しましたし、実際に現実面もかなりの部分が変わっていました。ただ頭の中のおしゃべりの質が変わると言ってもイメージできない人もいるかもしれないので、ちょっとね説明したいと思います。頭の中のおしゃべりっていうのは、普段自分が頭の中でそれこそ思考している時の、ね、声のことなんですね。例えば綺麗なものを見た時に、あ、綺麗な花だな、こんな花どこに生息しているんだろうなって、これ頭の中で考えますよね。これも頭の中のおしゃべりですし、反対に醜いものを見た時に、うわ気持ち悪い、見なきゃよかったって、これ頭の中で考えますよね。これも頭の中のおしゃべりなんですね。この頭の中のおしゃべりっていうのは、まあ、思考とも言われますけれども、思考は条件反射的に、つまりほとんど無意識で自動再生されているという性質があります。例えばポジティブシンキングがいいと言われて、まあ、いろんな物事をポジティブに捉えようと最初はこう思考でね思うんですけれども、でも次の日になったらもう頭の中でネガティブな独り言をしてしまっている、こういうことってよくありますよね。いくら意識してもこういう頭の中のおしゃべり、思考っていうのはなかなか変えられないじゃないですか。で、人生がうまくいかない人ってこの頭の中のおしゃべりの質がとても低いという共通点があります。低いっていうのはどういうことかっていうと、ちょっと予想外の展開になった時にとっさにもうダメだってね頭の中でつぶやいたりだとか、自分について考える時も自分はなんてダメなやつで、なんでこんなこともできないんだろうみたいなね、そんな感じで自分責めをしたり、まあ、他人に対しても荒探しをするような思考が多かったりと、まあ、僕も昔自覚がこれあったんですけれども、人生がうまくいかなかった時っていうのは延々と自分を責めるようなおしゃべり、他人を責めるようなおしゃべり、そして現実を拒否するような頭の中のおしゃべりがすごく多かったんですね。頭の中のおしゃべりの質が低いと人生は停滞するか衰退してしまいます。まあ、それはそうですよね。自分のテンションが下がるような言葉を自分自身に言い続けたり、他人とのこの分離の世界観が広がるような言葉を延々と頭の中でつぶやいているわけですから、それに言動も影響されるようになるわけですね。なのでこの頭の中のおしゃべり、思考っていうのは幸福のバロメーターでもあるわけなんですね。まあ、僕の場合は自己啓発とか成功法則といったものに触れるようになって、この後にもご紹介するいろんな取り組みをすることである日
この頭の中のおしゃべりの質が180度変わってるってことにふと気づいた瞬間があるんですね。それまではずっと自分のことを責める言葉とか人生に対する不平不満みたいなものが頭の中でいっぱいだったんですけれども、いろんな取り組みをすることでなんか幸せだなとかね、これからの人生楽しみだなとか豊かだなとか、あとはあの人本当にいい人だなとかね、自分の人生これからどんどん良くなっていきそうだなってね、なんかこういうすごく肯定的な独り言に変わってたんですね。それに気づいた時にはすでに人生はかなり変わっていて、願い事も高確率で叶うようになっていたんで、このやっぱり頭の中のおしゃべりとかね、思考っていうのは本当に大切なんだなと実感しました。あの瞬間は人生が変わったことをはっきりと自覚できた一生忘れられない瞬間なんですね。ということで、願いが叶う本当のサイン前兆は、1つ目がその願い事への執着がなくなっている、2つ目がプロセス自体を楽しめるようになっている、そして3つ目、頭の中のおしゃべり思考の質が改善していることに気づく瞬間です。で、ここからが最も大切なパートだと思います。実際に執着をなくし、プロセス自体を楽しめるようになり、そして頭の中のおしゃべり思考の質を改善するために僕がやってきたこと、これも3つあります。まずはタッピングです。タッピングは公式 LINE でお伝えしていますけれども、執着を手放したり不安や不要な想念を解消することができますので、まずはこれを徹底的に使いこなすことですね。焦る気持ちだったり、あっちこっちに行ってしまう頭の中のおしゃべりを静かにする効果があります。自分責めに関してもタッピングをやりながらすると実は解消できていくんですね。ということで、頭の中のおしゃべりの質を上げたり執着を手放していきたい方は、公式 LINE からこのタッピングを学ばれてみてください。2つ目はジャーナリングです。ジャーナリングというのは自分の心の内を言語化して文章化するということなんですけれども、僕はこれ主にですね、もともと楽しくないプロセスの中に自分は何にやりがいを感じたり楽しさを感じるのかっていうのを書き留めていったんですね。例えば僕だったら YouTube を撮るのは作業としてすごく重いし、大変だし、なかなか楽しむってことが難しかったんですけれども、でもこのジャーナリングで自分の心と向き合って書き出すってことを習慣化してたんで、この辛い作業の中にも楽しめるポイントに気づくことができたんですね。例えば自分が納得のいく形で言語化できた時に気持ちよさを感じるっていうことだったりとか、自分の言葉で何万人もの方に気づきをもたらすことができるっていうところに、やりがいや楽しさを感じるっていうことにね、気づくことができたんで、やっぱりこのジャーナリングも欠かせなかったと思います。やりがいとか楽しさっていちいちピックアップして言語化してあげるのがすごく大切で、それをやるから自覚も深まりますし、いいセルフコーチングになるんじゃないかなと感じています。そして最後3つ目はホーポノポノです。以前も何度かホーポノポノについてはお話ししたことがあるんですけれども、これハワイ発祥のヒーリングアファメーションですね。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛してます、この4つの言葉を延々と繰り返しつぶやくことで癒しが起きて潜在意識が書き換わるというものなんですけれども、たまにですね、ありがとうとか愛してますは分かるんだけど、ごめんなさいとか許してくださいっていうのはどういう意味なんですかってね、聞かれることがあるんで、そこが気になる方はですね、あんま考えなくていいと思います。ありがとう、愛してますだけでね、いいんじゃないかなって個人的には思っているんで、気になる方は延々とありがとう、愛してます、ありがとう、愛してますっていうのを頭の中でね、つぶやき続けてください。これ年単位でやってみてください。それから天国言葉もいいですね。天国言葉は、日本のねスピリチュアルとか、開運系の方が好きな概念なんじゃないかなって思うんですけど、これも愛してます、ついてます、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します、こういう言葉ですね。これも延々とつぶやいたり頭の中で繰り返すことで運気が上がったり自分の状態が改善すると言われているような言葉ですね。こういうのを繰り返すとそれが癖になって、まさに頭の中のおしゃべりの質が変わっていくんです。意識しなくても頭の中のおしゃべりが愛してますとか、ついてるとか、嬉しいとか、楽しいというような幸せを表現するような言葉になるっていうのがゴールなんですね。そうやって頭の中のおしゃべりの質が変わったことに気づいた頃には、願いが叶う前兆どころか、たくさんの願いがすでに叶っているということにも気づけるはずです。ということで、今日は願いが叶う本当の前兆と、どうすれば願いが大量に叶う状態になれるのか、具体的な取り組みについてもお話しさせていただきました。
冒頭でもお伝えした通り、今日の内容をさらに分かりやすく1枚の PDF にまとめた図解を作りましたので、こちらプレゼントさせていただきます。今日の内容をぜひ日常に取り入れていただきたいので受け取ってください。受け取り方はこの動画の QR コードもしくは動画概要欄、あとはコメント欄に記載の公式 LINE に登録していただいて、診断テストが終わってからまとめ図解とだけメッセージください。人生の5大自由ラインの方は、豊かさとお金の引き寄せをマスターしたい方、女神塾公式ラインは女性限定の頑張らない引き寄せの法則をマスターしたい方におすすめです。どちらの内容に関しても月に1回か2回、人数限定で勉強会を開催しています。オンラインのウェビナーですね、こちら無料で開催していまして、そこでは YouTube では語らない内容を深く語っています。自己啓発や成功法則になんとなく触れて気分だけ良くなるということ止まりじゃなくって、本当にあなたの人生を変える方法を余すところなくお伝えしていますので、そちらも今後ぜひご参加ください。それからこれは今日の動画に限ったことではないんですけれども、動画のコメント欄にあなたが今回の話から得た気づきをアウトプットしていただきたいんですね。動画の最後に必ずアウトプットする習慣を持っておくと学習効率が飛躍的に向上しますので、これもおすすめです。ぜひ自由にコメント欄使ってください。では今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思っていただけましたら、ぜひいいね、チャンネル登録、そしてこの動画のシェアもお願いいたします。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。山林さとしがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。